マザーが人を集めるときはオアーズラッシュのバグ屋へ行く。なぜかは知らないが、蛇の間では有名な話だ。他に手がかりはない。さて、バグ屋はどこかね。あっちか。毎度あり。品物は用意しておきます。どうか酒場でお待ちを。何をお探しで。布製、牛革製、鎖付きのものと。欲しいのはバグじゃないの。ここはバグ屋ですが。ふん。さっきの男は何を買った。馬を連れてなかったけど。お客さん、なかなか鋭いですね。ですが、さっきのお客さんは馬をお連れでしたよ。馬を見ないことにはバグは仕立てられませんから。馬、またのお越しをお待ちしています。やっぱりただのバグ屋じゃない。馬というの。取引に必要な何かに違いない。だとしたら、さっきの客が持っているという馬いただくとしよう。
ありがとう。いい。おや、お客さん、さっきの。ひひーん。馬を連れてきたよ。確かに馬だ。これでようやく、あんたを客として扱える。は、遠回りをさせてくれたね。客を選ぶ商売でね。で、何を探してる？黒蛇盗賊団のマザー。マザーは乗客だ。頼まれても売れねえな。あ、そう。私も頼む気なんてないよ。マザーは俺を介してある男に会ってる。人買いだ。人身売買の元締めでな。今は町の廃炉で商売してる。ふん、廃炉でね。言ったって簡単には会えねえ。合言葉がなきゃな。合言葉は、左手の杯を飲み干す。よく覚えておくんだな。ありがとう。覚悟しときな。奴とはただじゃ話せない。命の一つや二つは、支払わなきゃならんぞ。へえ、安いんだね。まだついてきてる。町に着いてからずっと私をつけてる。うざったいな。ありがとう。やれやれ、素人か。誰だ？なぜ私をつける？顔を見せてもらうよ。
遊びは終わりだよ、僕。その顔。見間違い？いや、まあいい。さっさと人買いに会いに行くか。右手に頭を掲げ、左手の杯を飲み干す。通れ。では黒からだ。杯を取れ。よし、お前の番だ。シロ、早くしろ。次連れてこい。次賭けなんかやってる。お前からだ、杯を取れ。やだ。今日お納めさせてくれるぞ、売れ残りが。白か黒かわからない。だから面白いんだろう。はあ、初めての客だな。あんただね、人かいって。名の通り、人を仕入れて売るのが仕事だ。で、どんな人を買いに来た、お嬢さん。黒蛇盗賊団のマザー。やばい客が来たもんだ。ヤクビかな。いるの？いないの？あいにくだ。マザーは出て行ったぜ。行き先は教えられん。見返りがなければ。なかなか素敵な匂いだ。岸辺の花っていうの。お気に召した？気に入ったのは香水の奥にある汗の匂いだ。どんな手だれでも自らの匂いだけはごまかせない。人は死を前にし恐怖すると酸っぱく匂う汗をかくのさ。だがお前の汗は甘ったるい。冷静な証拠だ。
面白い話で、どうすんの？マザーの行き先を教えてやる。俺に勝てればな。へえ、いいね、わかりやすくて。と待て、俺は喧嘩が強くない。勝敗を決めるのはこれだ。死の宴。見てただろう。どうだ、怖いか？別に、付き合ってあげるよ。六つの杯の中に一つだけ毒杯がある。交互に飲み交わし、毒杯を飲んだ方が負けだ。他にルールは？逃げたら殺す。シンプルでいいだろう。負け知らずの人かいだ。あの女、勝ち目はねえぞ。俺からだな。それじゃお先に。残念。外れらしい。さあ、あんたの番だぜ、お嬢さん。猛毒だ。飲めば必ず死に至る。だが、すぐには死ねない。時間をかけ、激痛に蝕まれるのさ。へえ、いいね、それ。あんたが死ぬ前に、行き先を聞けるわけか。強がるなよ。残念、外れみたい。でも、美味しいお酒、もう一杯いただくよ。おいしい。なんて女だ。2杯続けて飲むなんて初めて見たぜ。一杯ずつ飲むってルールはないでしょ。蛇の女か。実はな、俺も蛇だ。へえ、先輩？俺はここで死にゆく者たちの匂いを嗅いできた。あんたの匂いも嗅いでやるよ、お嬢さん。さあ、残りは二つだ。どうする？別に死ぬのは怖くない。ここで死ぬなら、ああ、そうか、って思うだけ。怖いのは、ただ、欲しいものを諦めること。何だって書けるよ、欲しいもののためなら。ごちそうさま。俺は毒のわずかな匂いも嗅ぎ分けられる。毒杯を避け、相手に取らせる。それが俺のやり方だった。
だったら勝つこともできたでしょう。お前を試したくなったな。好奇心だけど、俺の負けだ。飲みやがった最後の毒杯を。約束通り、マザーの行き先を教えてやる。マザーのアジトはウェルグローブにある。マザーズガーデン。表向きは孤児院だ。地元の修道院に支援されてる。そこで蛇の卵となるガキを育ててるのさ。修道士にでもなれば潜り込めるだろう。邪魔したね。蛇たちの争いはずっと繰り返されてる。俺は黒蛇を抜け損なった。先代に敗れてる。先代、あいつもいい女だったぜ。あんたの欲しいものとやらが手に入ることを願ってるぜ。どうも。君、さっきの。その顔。揃うね。行こうぜ。マザーのお仕置きだ。うん、ピルロ。ピルロにそっくり。小さい頃、君と初めて会った気がしない。僕も。お姉さんは大事な人な気がしたの。だから追いかけてきたの。もしかして君の父親はピルロって人じゃない？お父さんが誰だか知らないんだ。私もだ。似てるかもね、私たち。バイバイ。Thank you.